東京都小金井市立緑中学校です。小金井市立緑中学校は全国コンクール出場は今回が初めてなんですね。では練習風景ご覧ください。緑中学校は東京都小金井市の住宅街にある学校です。全国コンクール初出場を陰で支えているのは合唱部の卒業生たちです。目の時にやっぱ豆になってるから豆わかる。これ毎日のように数人の卒業生が指導にやってきます。先生と卒業生たちのチームワークも完璧です。先輩たちに恵まれた合唱部はここ数年めきめきと実力をつけてきました。じゃあそこに気をつけてやってください。卒業生たちも中学生時代にはコンクールに挑戦しました。しかし NHK ホールに駒を進めることはできませんでした。今日は全国コンクール出場の夢を果たしてくれた後輩たちにさらなる夢を託します。先輩たちの期待に応えて歌いたいです。まあ常連校もいっぱいいるんでそこでも負けないように頑張りたいと思います。はい。それでは小金井市立緑中学校の演奏です。まずは課題曲予感。指揮は斉藤智子先生、ピアノは3年生の塩田正春さんです。小金井市立緑中学校の課題曲の演奏でした。続いて自由曲。